ヨブンチャンネル。さあ、はい、最近よくヨブンチャンネル出させていただきました。ありがとうございま す。もうようやくね、やっとね、今日はちょっとマスクをちょっとさせていただきます。はい、すみません、私マスクなしで。どうされたんですか？顔が真っ黒になりましたけど、そんな余談の話はもういいですか？いやいやいや、それ振ったならちょっと説明を。四日市と言います、はい、四日市祭りっていうのは、ね、はい、あります、ございます、ね。そちらの方ちょっとね、はい、関わっておりまして、はい、やってるので、えらい寄っていただきますが、はい、ありがとうございますが。もう顔ばっかりになりましたね。よく勝ちますよね。踊りフェスタの司会を ね、毎年毎年もう、はい、もう25年ぐらいやってみたいですけどね。すごいですね。もう全然関係ない話ですね。はい、いやいや、とんでもないです。そういった方と、ヨブンチャンネルやらせていただいております。ということで、はい、私、今持っております、はい。こちらを今日はご案内、ご紹介、はい、お願いいたします、はい。目に見えない、耳にしたいというですね。はい、これは、演劇作家の藤田さんと藤田孝弘さんですのお子さんと親御さんで楽しめる、はい、親子で楽しんでいただける、まあ、現代演劇の作品ですね。作品でございます、はい、で今ちょうど一本におりますけど、はい、普通でしたらこう舞台をね、一本とか日本の舞台を使うんですけど、はい、今回はなんと、はい、舞台上舞台でございます、はい、まあ、舞台は使うんですよ。だから舞台使うんじゃん。客席を使わない。そうです。舞台の上に皆さん上がっていただいて、はい、で舞台の上に舞台があって、はい、そして客席があるということですね、はい、なので小劇場の雰囲気を残しながら、でも大ホールですので、まあ、ちょっとこうね、上を見上げていただくと、あ、舞台上ってこうなってるんだっていう、そういうところがこう垣間見えたりする。なかなか、ね、はい、舞台が、ね、上がれないです。上がれないです、上がれないです、ね、8月の27日、はい、日曜日、日曜日でございますね。2回公演となります。2回公演ですね、はい、1回目が11時30分、はい、2回目が15時ということで、はいはい、まあ、比較的ちょっと午後の方がね、今あの余裕があるということで、そうですね、はい、もう27ですから、はい、もうじきですね、はい、もう夏休み最後の思い出にね、ぜひご感激いただければと思います、はい、でもう一つごめんなさい、ああ、なるほど、はい、その前日なんですけども、前日、はい、8月26日土曜日の、はい、14時30分から、はい、小学生の方ですね、はい、向けに四日市在住の、はい、この藤田さんがワークショップをやってくれると。あ、藤田さん来ていただけるんですか？来ていただけるんです、前日にね。で、ここでワークショップもやっていただける、はい、なんと触れ合えるという機会もございますので、これがね、今週8月の11日の、はい、8月12日の金曜日まで、はい、なっておりますので、申し込みが、はい、ですのでね、もしお込み忘れなく、はいはい、ご応募いただければと思います。そうですね、26日ワークショップございます、はい、27日こちらの講演がございますということで、はいね、はい、目に見えない耳にしたい、タイトルだけで、あとこの絵を見ていただくと、はい、もうね、なんかワクワクし、ね、楽しい感じが、ね、楽しい感じですね、伝わると思いますので、はい、うまく上手に寄っていただけましたね。はい、いいですか、はい、触れなくていいですか、はい、そのようなことでございました。はい、では皆様のご来場心よりお待ちしております。ありがとうございました。